毎度ネギ前で、はい、というわけでちょっとヘアセットをやっていきます。なんかね、本当ヘアアレンジ動画にしようかなと思ったんですけど、ちょっとできないわと思ったので、あの雑談しながら髪の毛セットしていこうと思います。今日もこのテスコムのアイロン155度の設定です。一応ね、さっきこの前髪だけはね、あのアイロンしたんですよ。でもよく考えたら今からするヘアセットアイロンいるわと思って、これね、めちゃめちゃ私のお気に入りの、これも動画にしたけど M 字ハゲ、まあ、ハゲっていうかもともと毛が生えてない生まれつきなんですけど、これでちょっと押さえておこうと思います。だいぶマシじゃないですか。これをね、本当に学生の時からバカにされてきたんですよ。はい、こんな感じでカバーしつつ、ちょっとアイロンがね、温まってるので早く用意します。はい、なんかインスタに前に載せたんですけど、先日その写真のね、撮影をしていただいた時にヘアメイクさんにこの髪の毛をセットしてもらって、でその時にあのハーフアップにしてもらいたいですっていう要望をね、ハーフアップにしてくださいだけ言ったんですよ。で、じゃあめっちゃ可愛いアレンジにしてくださって、でそれやり方ちょっと聞いてなかったのと、すごいもうね、一瞬でやっていただいたので、どういう手順とかあんま覚えてないんですけど、私なりに適当にちょっと再現していこうと思います。とりあえずこのなんかね、表面のこのハーフアップにする部分だけ一旦なんかあのウェーブにします。特にそのまとめちゃうので、外羽で終わるとか内で終わるとかいう意識はせずにやっていこうと思います。こんな感じで表面だけ、あ、一応ね、今回ちょっと横の髪の毛、この横髪の部分だけ今一旦置いてます。あとでもしかしたら調整しながらこれも後ろに髪の毛やったりするかも。なんかヘアセットもね、普段こういうのしなくて、ただ普通になんか外羽だけに仕上げてハーフアップにして、あとは100均とか3コインズのあのヘアゴムシュシュとかそういうのに助けてもらうっていう感じなんですけど、後ろの髪の毛はね、横に持ってきにくい長さとか、短かったら持ってきにくいんでは、私はあの毛先の方を持ちながら火傷しないように、この後ろでこういう感じでやってます。毛先持ちながらなんで、それだったら割と自分の髪の毛の長さ把握しながらこうくるくるできるからやりやすい。表面だけちょっとふわっとしました。どうしよう、どうやってたんやろな。ちょっともうほんまに自己流にするしかないんですけど、この N ドットのナチュラルバームをどうしよっかな、全然覚えてないんですよ。意見話しながらやっていただいたんで、とりあえず熱が若干取れてから表面だけつけます。で、どうしてたんやろ、多分ね、一回ここの耳の、これ耳ね、耳のここ後ろの毛を取って、なんかこれで一回ねハーフアップになってたと思うんですよ。ほどく時にゆっくり研究しながらやってみたら、これで分からへん、見えへんから汚いけど、一回こうやりました。クルリンパしてたのかな、クルリンパちょっと一旦やめて、このゴムを押さえて束でちょっとずつ引っ張ります。私これめっちゃ苦手なんですよ、こんな感じで。なんか次にね、このね、上のてっぺんの髪の毛とかをくるくるして、でこの最後ハーフアップにしたゴムのところにキュッキュッてピンがね3、4本刺さってたんですよ。そもそもピンがどこに行ったやろ。あった、この100均で買ったアメリカピン、アメピン。とりあえずここら辺の髪の毛をくるくるやってたのか、それかこの束に取ったやつを2つに分けて、これかこれか分からへん。なんかとりあえず2本をくねくねやってます。で、ちょっとほぐします。創作料理みたいな。いや、もうちょっとこの上からやりたかったな、難しい。ちょっとね、自分でも鏡見ながらなんでカメラの画面映ってるかわからないんですけど、こうまとめたやつをこの結んだところ
刺して止める。え、こんなんやったっけ。再現できてたとしても技術面が私ないんで。で、同じぐらいの量を見て2つに分けて、ちょこちょいな分けて、上からくるくる。でもね、ここあんまり引っ張りすぎると、私この M 字ハギワの部分がね、皮膚がめっちゃこうやっぱ出てきちゃうんですよ。まあこれは後でパウダーでカバーすればいいか。くるくるやって毛先を押さえながらほぐす。こんな感じで、また後ろのゴムのところに持っていって、下からぶっ刺す。あれ、ぶっ刺ってない。3本に増やします。なんか全然違うんやけど、後ろまず見えへんし。これでごまかしを効かせましょう。100均で買ったこの髪の毛短くても使えるフック状のやつ、これを後で使うので、一旦ここら辺の髪の毛を外羽に仕上げます。創作創作。やり方はね、多分ね、そんなに間違ってはないと思うんですよ。合ってるけど、ピンの刺すところと、あとくるくるする技術と、まあ、結論から言うと技術が足らなかった。ちょっと毛先のここ先に全部外羽にして、で、あとこの外羽にした上の部分に若干めっちゃ一瞬だけ内巻きにしてウェーブ状にします。とハーフアップにしたところもね、ちょっと結ぶタイミングでストレートになっちゃったんで、後ろから撮ってもらった写真とかもインスタに載せてるから、それでチェックして、ヘアセットに詳しい方はね、ぜひその静止画からやり方ちょっと見てみてください。これ最後ここにぶっ刺してごまかします。これでなんとかなった気がする。で、最後もう一回ね、このナチュラルバーム取って、これめっちゃ長持ちしますよ。ちょっとずつしか使わんから、髪の毛短いし。伸ばして外羽、ちょっとね、ここら辺のね、ハゲが気になるので、もう一回パウダーのせます。どうやろ、このままね、やっとくか、こうちょっと耳にかけるか、とりあえずこれでいいか。なんかね、髪の毛短いアレンジを教えてくださいってね、コメントで結構リクエストいただくんですけど、私も知りたくて。でもね、最近その知ったアレンジの増やし方一つこれだったんですよ。だからちょっとこれうまいことやり方をね、コツをつかんでもらえたらいいなと思います。私もちょっと初めてやったかわかんないんですけど、とりあえずね、こういうちょっと大きめのリボンがあれば変になってもごまかせます。この長さのアレンジってね、ないんですよ。もう伸ばしきって長いか、逆にこの鎖骨あたり、私今ここまで伸ばそうと思ってるんですけど、ここら辺まであった方がやりやすいと思う。まあやるとしても私ね、結構三つ編みかポニーテールにしかしないんですけど、最後もう一回このね、今頭皮の白い部分見てくださいね。ほら、これめちゃめちゃ便利。髪の毛ね、私まあ割と明るい方だとは思うんですけど、それでも馴染む。前髪はね、昨日自分で切りました。だからガタガタ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。